4つの歌は、イーゴリストラビンスキーが1953年から1954年にかけて作曲した室内楽伴奏による小歌曲集。第1次世界大戦の頃に作曲されたピアノ伴奏のロシア語歌曲集、子供のための3つのお話と4つのロシアの歌から抜粋して編曲したものである。本項目では原曲についても記述する。 1914年から1919 19年にかけて、スイスに住んでいたストラビンスキーは、ロシアの民話や民謡を歌詞とする短い土俗的な歌曲を数多く書き、それらをプリバートキや猫の子守歌など、いくつかの歌曲集にまとめて出版した。子供のための三つのお話と、四つのロシアの歌も同類の歌曲集である。子供のための三つのお話は、 1915年から1917年12月にかけてモルジュで作曲されたピアノ伴奏によるロシア語歌曲集であり、次男のスリマに検定された。ロシア語の題名は単に子供の歌という意味である。歌詞は第一曲がシェイン、タワ、アファナーシェフに基づく。フランス語訳はシャルル・フェルティナン・ラミュによるティリンボン、ティリムボムがチと 白鳥、デカナーズ、レシーン、では、熊の歌、シャンソン・デ・エル・アワーズ三つの歌はいずれも動物が主人公になっている。この点は、キツネと同様であり、キツネも最初は子供の歌の一つとして書き始められたらしい。ティリンボンでは、ヤギ小屋が火事になり、ヤギが飛び出すといったナンセンスな歌詞を持つ。 ピアノ伴奏のオスティナートは、兵士の物語のコントラバスを思わせる。ョ長と白鳥は、一人の子供が狼になって、他の子供を追いかける鬼ごっこで使われる歌だという。音楽は、プリバウトキとの共通性が強い。熊の歌は、最初に書かれた。極端に単純な曲で、伴奏は、熊の足取りを暗示する二つの音を繰り返すだけである。木こりが熊の足を切り、 妻がそれを料理する。クマは義足をきしませながら、木コリの小屋を襲い、木コリと妻を食べてしまう。四つのロシアの歌は、1918年から1919 19年10月にかけて、モルジュで作曲されたピアノ伴奏による、ロシア語歌曲集である。ロシア民は、民謡に基づく最後の曲であり、ストラビンスキーが書いた最後のロシア語歌曲でもある。自伝によれば、 1919年に、クロアチア人、ソプラノ歌手マヤ・ストロッツェ・ペチッチからの依頼で、作曲された。ただし、完成する前にストロッツェ・ペチッチは、スイスを去ったため、この曲を歌うことはなかった。曲の内容は雑多である。歌詞は、第1曲が、サハロフ。第2.3曲が、キレーエフスキー。最後の曲は、ロジェストベンスキーとウスペンスキーに基づく。 歌詞は、ラミによってフランス語に翻訳された。オスガモゼー、キャナール数え歌、シャンソンポア・コンプテザラ・ウラナイの歌、レモイネア・ウエアシス、神秘教団の歌、ちゃんとディシダント第1曲は、子供のための3つのお話、第2曲と同様の鬼ごっこの歌で、子供たちが手をつないで輪を作り、回りながら歌う。輪の中には、オスガモ役とアヒル役の子供が入る。 オスガモはアヒルを捕まえようとし、アヒルは和から出ようとする。第2曲は日本のどちらにしようかな、ついついずっころばしと同様の何かを選ぶ歌の一つで歌詞の意味はよくわからない。第3曲は合唱曲4つのロシア農民の歌と同様に皿占いの歌を歌詞としている。リチャード・タラスキンによると、この歌は見知らぬ土地への長期の旅行を意味し、 歌詞のよそのかきねに止まるスズメや十五ベルスタの長さに伸びる狼オオの尾は遠い外国の地で過ごすストラビンスキーの暗湯になっているという。第四曲は最も特徴のある曲で他の三曲と異質なものになっている。ストラビンスキーは当初フルートとチンバロムによる伴奏を考えていた。旋律もメリスマ的で他の曲と異なる。歌詞はムチミハの儀式の歌で、 雪の中に道を失い、父なる神のもとにたどり着くことができないが、神を称える。この曲についてもストラビンスキーが、決別の字を、故郷ロシアに向けて捧げる声という解釈がなされることがある。四つの歌は、子供のための三つのお話から、熊の歌を除く二曲と、四つのロシアの歌からの二曲から、構成される。伴奏は、フルート、ハープ、ギターによる。 ロシア語の音声転写表記と英語による歌詞がついている。四つのロシアの歌とも呼ばれるが、1919年の四つのロシアの歌と共通する曲は2曲しかない。おすがもから、四つのロシアの歌第一曲ロシア霊歌。四つのロシアの歌第四曲が長と白鳥。子供のための三つのお話。第二曲ティリンボン。子供のための三つのお話。第一曲。 ティリンボンは1923年に還元楽伴奏に編曲された。ありがとうございます。